キー2022、決勝戦、3試合が、開催されます。まあ、やはり、決勝戦ということで、お互い、バチバチな、試合とまた、テクニック、それが伴った、熱い試合を期待しています。白鳥です。めちゃくちゃ気持ちの強い選手で、途中で折れそうになったんですけど、やっぱり技術も高い選手で、やっててすごい楽しい試合になったなと思いました。今までの試合の中でも一番、動きが良かったなと自分の中でも思いますので、今後も強くなっていけるように練習にしたいと思います。はい、ありがとうございました。動きは全然ダメダメだったんで、次の試合までにしっかり仕上げたいと思います。今後の目標はライズで活躍してすぐにチャンピオンベルトを取りに行きます。今回はちょっと勝てたものの、出来は満足してないんで、これから上に行くようになってもっと強くなっていかないといけないと思ってる、反省の多い試合になったんですけど、とりあえず新人を取れてすごい嬉しいです。キングオブルーキー、新人王のトーナメント決勝戦ということで、行いました。決勝戦、ふさわしいような、高いレベル、そしてお互いの、レベルは均衡した、そんな緊張感のある、試合内容でした。今日、チャンピオンになった、選手は、今後さらなる、高みを目指して、さらに活躍をしていってもらいたいと思います。次回大会、12月4日2022年、アマチュアチャンピオンシップ、そして、キングオブルーキー、ファイナルを開催します。ぜひ、たくさんの方のご来場をお待ちしております。おっす。